ユのバラエピソード編、星2。特徴的な瞳の作画だったりバーストフレームの手法によって後のギャグ漫画に大きな影響を与えたクッソ激烈に有名な作品。マリー・アントワネットの時代に軍閥の家庭ではメスしか生まれなかったが、生まれたメスがキリッとしていてオスが欲しかったその貴族はそのメスにオスカルと名前を付けてオスとして育てるという漫画。主にフランスブルボン朝後期からルイ15世末期のフランス革命でのアントワネット処刑までをテーマに作品を書かれているのでなんとなくフランス革命ってこんな感じなストーリーラインなのね、ということが把握できる。そこから性別を偽ってマリー・アントワネットの護衛として職務を始めて、オスの仲間と親友になるとかそりゃもうイベント不可避でしょって感じの設定なくクソ激烈に有名な少女漫画。そんな漫画のアンドレ、ジェローデル、ベルゼン、アランのエピソードを描いたファンにとってみたらやっときたか、というよだれものの漫画。